上手。湯川さんの時はこんなんやってなかったですよね。12月に払い終わります。まだかよ。結構リアル。男はね、大体ね、おっぱいが好きなんだよ。ソフトボールに、ソフト舐められたもんだよ。ソフトボールよりでけえよ。それでは、今回も、信頼の、前回ちょっとご挨拶できなかったんですけど、今回から公式に私、天の声として、おこういう信頼紹介動画には参加させていただこうかなと思ってますので、天の声、よろしくお願いします。じゃあ私、トミーからゲストの紹介いたします。いいですか。今日のヒロイン、プリンちゃん。大水プリンです。やりにくい。今のバトンの渡し方がすごい悪かったみたいね。すごい遠くから放り投げるやん、バトン。取れん取れんって言って必死に取ったんですけど、オリジナル実践術とかね、まあいろいろガイドワークス系の雑誌でちょっとまあ出させていただいております。大水プリンと申します。よろしくお願いします。お願いします。その前に一つだけ、前回トミーの方から説明していただいたんですけど、今弊社ではコロナ共闘プロジェクトということで、まあツイッター等で店舗を展開させていただいている近隣のお店の紹介をさせていただいているんですが、こちらの動画の収益でぜひそのお店にお邪魔してお食事なり、そのお店が提供するサービスを受けようとしております。前回の動画が本日収録時点で約5100回、よいしょ、一応理論上の計算では1500円、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まだまだ、再生回数一生懸命伸ばしていきたいと思います。さて今日僕らが打つのは、はい、はい、P 結城優奈は勇者である。なんかすごいお好きっていうことで、焦ってみました。焦ってみたのかよ。焦って全話見た。焦ってみたのかよ。これ撮るよって言われてマジかやばっつってすぐ見ました。まあ、西陣さんが相当気合い入れて作られた、まあ、新業態でもありますし、はい、うん、まあ、コンテンツももう言うことなしということで、うん、今日はワクワクしながらちょっと打ってみたいなと思います。はい、はい、そうですね。なんかどうなんですか。なんでそんな予想欲しいんですか。私は仲良くしたいんですよね。いやいやいや、していきましょう、ね、今日の実践を踏まえてね。あ、そうですか。時間をかけて僕のやっぱ心のディスタンスがなかなかこうそうさせてくれない。ダンボードディスタンスつけるんですか。すごいですね。前回からこの下りですけど。あ、そっか。もう女性に本当にね、弱いもの。いやでも大丈夫です。私は湯川さんとは違うんで。大丈夫です。ほら、湯川さんね、可愛いじゃないですか。ちょ緊張するの分かる。分かるんですよ。ほら私は大丈夫でしょ。ほら。そんなことない。優しいですね。女性にはストレートに伝えた方がいいですよ。いやもう本当にね、はい、やっぱ直視できないんで、はい、これは褒め言葉です。直視できないイコールやっぱりね、お綺麗な方だということですから。おい、はい、はい、おきます。なんでいちいち魂抜けるんですかそこで。それでは打っていきますんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、いいところをね、いっぱい見せましょう。じゃあ、いや、これスペック私、説明しちゃいましょうか。スペック、あ、いいですか。あ、いいですよ、はい、まず大当たり確率、はいはい、198.59分の1、まあ、約199分の1ですね、はい、ライトミドルタイプ、はい、で、勇者ラッシュっていうのが、まあ、右打ちであるんですけれども、その勇者ラッシュに突入する確率が 54% ですかね、うん、で、その勇者ラッシュに入った時の実質継続率っていうものが 77%、 約 77% の継続率を持っていると。で、あのループ型なんですよね。 V ループ型なんで、まあ、その勇者ラッシュに入ってしまえば、まあ、あの2回当たりが確約されると。確約されてるってことですね。はい、そうです、そうです。で、その右打ちの時の出玉、なんと全部10ラウンド。どう思います、トミーさん、このことについて。900弾ももらえるんですよ。2回当たるんですよ。1800発もらえるんですよ。いや、でかいでしょ。やばいっしょ、マジで。いや、199でこのセットがなんかこうイメージできるっていうのがね。そうです、そうです。だから良くないですか。そう、結構いいスペックなんですよね。ミドルタイプ、ライトミドルタイプなのに、そう、ね、そう、勇者ラッシュまで入ってしまえば、ありそうでなかったって感じですよ。ミドルではね、そうですね、そう、花満開もそう、
そうジェイソンもそうですけど、そうでアマデジャー、まあ、他社さんでね、うん、あのなんちゃらのゲンさんみたいなんで、あ、まあ、なんちゃらの99分の1ではありましたけど、ね、ありました、はい、ありました、まあ、そんな感じ、まあ、ライトミドル帯っていうのがなかったんで、うん、その辺ではちょっと期待したいなと思う。そうそう、遊びやすい感じでいいですよね、あとはこう気合入ってこう新筐体、ああそうかわいい、はい、知ってます、トミーさん、ゆうきゆうな勇者である、もうだいぶ好きで今日一日だけで勉強しましたよ。おおすごいじゃないですか。じゃあゆうきゆうなはどんな性格でしょう、クイズ。まあ内向的ではありますけど、おい見てねえな、んおい見てねえな、おい外向的だわゆうなちゃんは、おお喧嘩かみたいなそんなノリになってるけど、で勇者部に入るんですよねみんなね。そう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 、その勇者部に入ってなんか勇者になって戦って、でも実は選ばれてたっていう話も聞いてますけど、はい、実はね、なんでちょっとだけ勉強してるんですか、中途半端にマジで。いやウィキペディアで、ウィキペディアでずっとウィキペディア、はい、まあでも偉いですねウィキペディア、確かに時間ない時のウィキペディアですから。そうそうそう、本当に、まあ、前の前回の放送でも言いましたけどはい、はい、今年入ってこれ P 入れてもらいたいですけど1万くらい負けてるんで、あ、あれ、はい、10万出てたんだ、あ、これ P 入れなくていいんで、はい、私の方は、いやいやいや、今のツッコミに関して、どうなんすか、え、私ですか、はい、20万くらい負けてます、負けてんのかまあ、あと U タイムがついてるってことがね、あ、そう、非常に魅力的なんで、素晴らしいところに気が付いていただきました、はい、本当にありがとうございます、はい、私 U タイム大好きでございます。555回転でね U タイム入るんですけど、いや今回その U タイム入ったら、まあ、その結構時短何回転つきますよとかってあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのじゃなくてもですよ、ね、実質、うん、もう右打ち入った瞬間これ1分の1で、まあ、大当たり確率ね、まあ、ラッシュから始まるってことですね、1分の1なんで、はい、つまりっていう話ですよ。だから2回は最低ゲットできる、うん、そうですそうですそうです、ゲットできちゃうので、だから2回目の当たりで引ければ、まあ1回目でもいいですけど、ずっと、うん、永遠にループしていくってことですね。そう、永遠に、もう私だったら永遠にループさせれるんで、おその割には20万負けてんのその話はもう良くないですか、いやもう、もういい、もういい、10番に言われたくないし、なんならそう負けてるからね、うん、あれですよね、設定上は四国が、はい、宇宙規模で守られてるってか、あの言ってましたよ。そう、なんかそんな感じです、神樹様っていう木があって、あ、そうですね、その神樹様によってなんかその地球というか世界は守られてるんですよ。でその世界の外はでもやばくて、襲ってくるやつがいっぱいいて、でも神樹様がいるから大丈夫ってやつ。なんでちょっとそういう喋り方なんかちょっとよう分からない、いやちょっとなんか分かんなくなってきちゃって神樹様って何、神樹様がそんな変な湯川さんの時はこんなんやってなかったですよねどうら見ましたよ、湯川さんの時は、あーかわいいみたいな、チワワみたいな目してるとか言ってて、私の時は神樹様が、あ、そういうこと。ただ前も今も全部共演者に持っていかれてるんでもう全然スタート何にも変わってないまあ、でもトミー危険ですね、はい、共演者は G カップらしいですよ。わっ、本当ですか。本当ですよいやそれしか持ってないですよ、なんならそれしかって、もうそこしかないから喜んでくださいもっと嫌な顔しないでください、そんなに嫌な顔してない使われることを嫌がってるこの動画が使われることを嫌がってるやばいんすかそんなにいやそれはもう素晴らしいじゃないですか、 ABCDEFG おー、そこです、すごいですね。そうなんですよ、だからあんまりね目立たない服とか着てるんですよね、鉄仮面の服とか嫌なんで。別にコンプレックスじゃないんですか。コンプレックスです。そう、本当です、めちゃくちゃ嫌なんですよ、あんまり見せたくなくって、仕事だったら仕方なしにちょっと出すかぐらいのあれはありますけど、割り切って、そう、ほんまは嫌、出さない、ほぼ出さないし、はあ、なんかいいですね、そういうのがいいな、お奥ゆかしさというか。本当ですか、思ってます、本当に、ちょっとなんかなんかちょっとにこんなんなんか微妙な、なんとも言えない笑顔をしてるんですよ、本当に、なん大丈夫、本当ですか、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ、信じれない、いやすごい、あ、意外だなって感じですね、まあ、そうですね、意外でもノリいいから話しやすいですねなんで無視やノリいいから話しやすいでしょう、ああそうですね、うん、
よかったです。すごい、うん、なんか妹みたいな。あ、本当ですか、うん、およかった妹かまあ確かにそれぐらいのポジションがいいですよ。私は中学2年の設定ですよね、確かね。そう、中学2年なのに、この東郷美森ちゃんはおっぱいが大きいんですよ。え食いつき方よ、この食いつき、見ました今のこの食いつき。えこの辺ですよ、台との距離こんぐらいです。あ、これほんまや。そう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 、あの子です、あの子です。おお、カリンもちょっと大きめですね。あ、この子、この子の変身シーンがめちゃくちゃエロくて可愛い。おお誰が好きですか、一番。みもりちゃんです早っ、即答だった。どこが好きですか、じゃあ、みもりちゃんの。じゃあ、やっぱさっきの情報だけでおっぱいがでかいっていうところですかね。男はね、大体ね、おっぱいが好きなんだよいいこと言った、いいこと言った。もう今回も怒られる。これ全部カットでお願いしますしかも、先ほどトミー、あなた、大光さんのこと妹みたいって言ってたでしょ、はいはいはい、妹はでも、悪い男に騙されるタイプらしいですよ。誰が言ったんですかそれっていうか待ってくださいよ、その情報なんで出回ってるんですか。え、どういうことですか。いやいや、昔ね、ちょっと車を私がこう肩代わりして買ったというか、なんて言ってか、ローンを私が組んで買ってた時期がありまして、で、その人はもうその車乗ってっちゃった、乗ってっちゃって手元に私はないんですよね。だから払ってただけ。え、逃げられても払い続けたんですか。もう払いますねえ、だってなんか、仕方ないかなって思って、こうお兄ちゃんとして妹にちゃんと教育しとかないとローンは払い終わったんですか。12月に払い終わりますまだかよ結構リアルな。まだ終わってねえのかい。申し訳ない、12月だからお金はね、あればあるほどいい。もう嫌なんすよ、払うのお金払いたくない。もう自分の手元にあるわけちゃうからねそう、車が手に入るんだったらいいんですけど。月々どれぐらいですか。あ、でも言うて可愛いもんですよ、3万ちょいぐらい。あ、いやでもね、でも毎月ちゃんと引かれるから。あれだけど、前回もまるで見てなかったですもんね。はい、前回も全然見れなかったでしょ。あ、見れなかったですね。いや本当に、確かに私も見させてもらったんですけど。やめてくださいよ。いやマジで見てない。ほんでゼレゼレしてる、ずっともう、あ、かわいいみたいな感じで打ってるから、もう今日とは全然違う。でも本当まだ見てくれる方ですよ私の。さっきもちょっとこの辺見てましたからね。あ、やっぱり。そう。この辺見たと見たと思ったら一瞬ね。見たかなと思いましたよね。そう。僕もチェックしました、それは。そう、言うべきかどうか本当に迷ったんですけど。あ、見ました。目は見ないんですけどね。目は見ない。目は見れないけど、おっぱいは見れるんですもんね。これは今回もモロだぞこれは。そうなんですよ。絶対でも触れたらあかんと思って。いやいや大丈夫ですよ全然。やっぱコンプレックスっていう。いやいやそんなことないですよ。言うてもこういじられてなんぼなんで、私なんてものは本当に全然やっちゃってください。どんどんやもうやっちゃってくださいよ。あともうちょっとで確率分母ぐらい。いやだからそうなんですよね。もう200回転ぐらい回しちゃったら、はい、あ、もう555まで行こうかってなってしまう。いや、そうなんですよね。ある程度まで回したらそこが狙えちゃうから、いいぐらいの設定ですよ ね。まあ、とはいえですよ、はい、よく言われてるその天、まあ、天井って言い方おかしいですけど、はい、U タイムまでに行く率、はい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 、達成率っていうんですかね、はい、10% ないんでね。あ、まあ、そっか、じゃあ引けたらまあラッキーぐらいのもんかもしれないですよ。まあ、できればもちろんそれ以内に当たるんがええことはええことですけど、まあ、行ったら行ったで、うん、ちゃんとラッシュ確定っていうのがでかい。そうそう、そこがいいですよね、やっぱり。そう、当たるだけとかじゃないから。あ、そう、まあ、いよいよ確率付近まで来ましたよ、172回で。私も同じぐらいまで回した。おー、ああ金系来たで。金来ましたよ。え、これはマジであるんじゃないですか。これはじゃありますよ。あ、次回か警報警戒。これ樹海か警報か。これは何ですか。これ原作ではこれが鳴ったら、敵が侵入してきましたよっていうので、勇者が倒してくださいって。で、その倒したらやっぱ元の世界に戻れますよ。すごい。4
信頼度4。いける、これいくぞ。あ、ボタンバイブってる。なんか、あ、女子力アップ。これ、あのあれですよ、5台激アツ演出。え、すごい、当たるのでは。だから言ったでしょ、ける、当たるって。すごい、すごい、やりますね、伊達に。勇者じゃない。いや、そうそう、女の子だけ助けてない、すごいすごい。よっしゃいやいやいや、勇者とほど遠い行動だこれ。なんだこれ。なんでここ持った。いや、でもすごいです本当に、はい、うん、確率分母より前に当てましたね。ですね。わあ、いいな。これで4で当たったけど、ここで7になればラッシュ確ですね、はい。で、ここででも4で止まっても、おお、めちゃくちゃ上手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 ってよ、上手。これ私のアクアレットでここ押したからですよね、やっぱり。あ、まあ、4つ目押しました。上手って言われてちょっと興奮してましたよ、ちょっと。鼻息荒いと思ったらそういうことか。よくないですよ、あんまりそういうの隠した方がいいです、もうちょっと。ですから初当てや 54% をバチッと引けたってことですよね。そうです、そうです、バチッと引きましたよ。いや、嬉しいですね。いや、いいなぁ。これで630発、はい。で、ラッシュ中に最低でも1800発ですね、うん。で、今から2回が大当たりがもう確約されてると。いや、めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。いや、これ今からがね、見せ場ですよ。うん、はい、これで保留2つ溜まりましたと。 40% でまたツインループなんで頑張ってください、はい。まあ、一発目は1回目の大当たりはもう確約されてますんで、はい、押し込みますよ、はい、長押しです。まあ4だ、まあ、まあまあまあまだいいです。まあ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 、次が大事、次が大事ですから、ええ、まあ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 、 OKOK、 あとラウンド消化中にもしかしたら、あ、それもあるよね。そう、なんかあるかもしれないで、どうしたんですか、まだまだ、お、もうちょうど今199。バカにしてる今、バカにしてますね今。めちゃくちゃ、あ、まだなのみたいな、すごい。湯川さんの時やりました、そういうのね。いや、これね、ありました、ありました。あ、本当ですか、ありました、はい、やりましたか、はいはい。なんかね、さっき当てたら急に強気なのに、どうですか、こんな、これがもし彼氏ならこれが彼氏だったら今頃レンズなくなってますね。右のレンズはなくなってます。残念ながら、どつくんや、すぐどつくんや、パンって。広島の女は怖いな。広島の女は怖い。僕らこの関西弁とかどう感じですか。いや、めちゃくちゃおもろいな思いますね。あれだよ。全然ダメや、全然だよ。全然ダメ。なんで、ちょっと教えてもらってもいいですか。じゃあ大阪弁で喋るんで、違ったら違うって言ってください。いや、むしろ、いや、だから広島弁で喋ってください。広島弁で喋ってください。広島弁でジャケーとかですよね。あ、そうです、ジャケー、ジャケー、ジャケーとかザッチャ。ザッチャは言わないです。ジャケー、なんとか。いや、ザッチャが好きなんです。いやいやいや、それはラムちゃんやねんか。ザッチャが好きなんです。ラムちゃんが好きじゃん。おっぱいが好きじゃん、じゃん。やっぱり、まあ、結局おっぱいが好きって。男はね、大体ね、おっぱいが好きなんだよ。おっぱいが好きなんだよ。おっぱいが好きなんだよ。いや、いいですね、ペット飼いたいわ。なんかその辺のも、いや、娘にもね、うん、ちょっと飼ってあげてもいいかなと思ってるんですよね。え、娘のために。あ、娘のためにですか。あ、そうそうそう。あ、それめちゃくちゃいいですよ、ええ、何飼いたいんですか。チンチラ。言いませんからね、私は。え、言いませんからね、私。いや、言ってほしいのかなと思って。どういうこと、チンチラって。何が。いや、でもそういう何にも考えてなくて、今本当に欲しいんですよね、チンチラが。純粋な気持ちでチンチラを飼いたいんですもんね。そうそう、なんすか。あ、よかった。いや、ちょっと分かんない、ちょっとどっちなんだろう。そういうことで言ったんじゃないですもんね。え、チンチラ可愛いんですよ、私も好きなんですよ、チンチラ。おえ、なんでこんなチンチラっていう話してた時にこうやって、なんでだろうな、私には来ないのにこういうの。なんか僕ばっかごめんね、本当に。5回上ですね、これ。いいですね、はい。もう期待に応えてチンチラ5回言うてますからね。大水さん、もうチンチラ5回。いや、もう迷って迷って5回言っちゃった。いやいやいや、まだ19回転ですよ。
当たるだけが偉いと思わないでください。有給なリーチですよ、しかも。あ、本当だ、強いやつだ、これ当たりそう。悔しい、めちゃくちゃ嫌、なんで。いやー、いい絵撮れましたよ。これ当たるっしょ。これは大丈夫な気がします、私も。見守ろう。あ、そう、U タイム狙えるんで、私は逆に、ね、はい、うん、U タイムだけ狙っても、当てるなとU タイムだけを狙え。なかなかの無茶ぶりだな。かっこいいですね。いや、そう、めちゃくちゃいいリーチです。これがラストバトルですか。これラストでは、ではない、違ったと思うんだよな、ラスト。でも名勝負ですよね、これ。でラストかな。いや、ラストじゃないはず。ラストなんか多分違うやつを折り返しだと思う。なんか火の玉みたいなボンってやった気がする。頼むで。よっしゃー、いいっすね、すごい。どうすか、大丈夫、大丈夫、大丈夫。U タイム、U タイムありがとう。そう、 U タイムある。そう、 U タイムがあるんです、私には。はめて、ナイト、はめて。一瞬だけしか U タイム、一瞬で終わる。こうやっていっぱい映るじゃないですか、当てたらね。楽しい、楽しいって。ほら、わーもう楽しそう、あー楽しそう。さあ、これでどうでしょうか。いや、でも正直7で当たってほしいんですけど、トミーさんだからっていう理由で5で当たってほしい。絵的には7が欲しい、もちろんね、もちろん7が欲しいけど。あかんか、まあ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 、でもさっき7ね、まあまあ、当ててるんでね、まあ、まだ分かんないですしね。まあ確かに、うん、ここからの昇格があるかもしれないから、それも見たいですし、昇格させてください。えい。大水さん、中学生の時どんなんやったの。中学生の頃はソフトボールしかしてなかったですね。ソフトボール少女だったんで。いや、本当にめちゃくちゃ打率すごくて、めっちゃ打てるんですよ、私。めちゃくちゃプロ、もうプロ、プロ、もうプロっすわ。ごめんなさい。体育会系なんですね。体育会系です。もうソフトボール部じゃなくて もうソフトボールがついてるようなもんですもんね。はい、今ちょっとダメですよね、今の。ちょっとレッドカード誰か早く出した方がいいと思うんですけど、ソフトボール2個、ソフト、舐められたもんだよこれ。ソフトボールよりでけえよ、こだまのメロンだわ、なんなら。知ってます、こだまのメロンぐらいあるんですよ、私、大きさ。失礼しました。あんなに見てたのに分かんないって。お前、マイルぐらいやったら振るなよ。いや、本当に言って失敗は思いましたね。ちょっと照れが入ってた。そうそうそう、なんかちょっとまだ出してるキャラと中身が違うような気がしますね。ほんま乙女ですよね、本当。なんか今日の服もこうふわっとした格好されてるじゃないですか。そうです、本当は、はい、本当可愛いやつ好きなんですよ。爪とかも綺麗にね。そう、これ可愛い。おみさん、逆にどういう男性の格好が好きですか。いや、もうやっぱでもスーツに合う人好きなんですよ、私。マジでリアルに。お前な、ここがここがでも全部台無しやと。今口と鼻のあたりがもぞもぞしてたんで嬉しかったんじゃないかなと思いますよ。あ、言っていいですよ、言っていいですよ。別に僕のこと言ってるわけじゃないですから。いやいや、ここをこうやってちゃんとこうやってやってたんだね、こう。やっぱ意識したかなと思って。私は今日はね、もう悪いやつなんで。ほんであなたね、さっきのね、休憩の時そうやって言われたら突っ込むって言ってたでしょ。あ、そうですね、僕だからシチュエーション作ったんですよ、今。あなた、マリ受けてまたなんかおかしなったじゃないですか。だからローン払わされるんやろうって言うて言うてたでしょ。確かに言ってた。本当だ、おかしいな。打ち合わせ通りじゃないな。また間に受けて、ね、そうですね。あの、やっぱ僕の理想はこうお風呂入ってて、はいはい、頭洗ってて、うんうん、ガチャって音がして、あっ、お背中、お流ししますね。言われ慣れてないし、言われたら嬉しいから動揺しすぎて。大事なところやったし。めちゃくちゃ噛むじゃん。そこ一番の決めでしょ。そうそうそう、で今日一番決めでしたよね、今。手離してまで言ったのに。すいません。今回じゃあ、大水さんが U タイムまでに引いてしまったら、
トミーさんどうしましょうね。はい、大水さんが U タイム行けなかったら、行けなかったら何してもらいましょう。もうそれはもうダッチューのでしょう。ダッチューのマジか。まさかのまたここでパイレーツ。あとね、よくあるあの熱々カップルなんかは手つなぎながら打ったりとかもしますもんね。いや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 、ちょっと今振りですよ。ちゃうよ。違うから。